皆様、おはようございます、国民民主党・無所属クラブの緑川隆と申します、冒頭、まず大臣からお言葉をいただきたいというふうに思いますけれども、きのう、川崎市で子どもたち、通学途中の子どもたちを含む19人が1人の男に殺傷されました、小学生の女の子、そして男性、お2人のご無念、またご遺族のご心中、お察しするには、あまりある悲しく、そして痛ましい、 また憤りを覚えるさまざまな感情が湧いてまいります警察行政のトップとしてどのように受け止めていらっしゃるでしょうか山本国家公安委員長お答えをいたします被害に遭われた方々またご遺族の方々の気持ちを思うと大変痛ましい事件であったと思いますまた公を持つ保護者の方や地域の方々の不安も大変大きいものがあるというふうに思います 昨日、総理からあ指示がございまして、また今朝もです、ね、関係閣僚会議で総理からの指示がございました。現在、警察では犯行の動機、背景等を含めて、全、えー、容解明に向けて、鋭意捜査をしているところでございます。また、あの昨年から登下校防犯プランを踏まえた取り組みを進めてきたところでございますけれども、今回の事件の発生を踏まえ、地域の方々の不安を取り除くため、学校や保護者等が行う 見守り活動と連携した上えで、地域の実情に応じて、集団登校の集合場所等における警察官による警戒パトロール等を実施することとしたところでもございます。本日の総理の朝の指示を踏まえまして、<laughs> さらなる子どもの安全対策について、関係機関と緊密に連携しつつ取り組んでまいりたいというふうに思っており一田り川隆君。 本当にあのお友達とのおしゃべりの本当に楽しい、明るい通学路のはずが、こうしてですね一気に本当につらい場所になってしまいました、でこういう政治がですね一体どういう使命を果たすことができるのか、再発防止に向けて、ね今一度大臣、ご決意のほど、端的にお願いいたします山本国家公安委員長。今回の事件それからあの 保育所の子どもたちのところに車が突っ込む、まあ、そういうふうな痛ましい事件、事故が続いておるところでございます我われわれといたしましては、全力を挙げて、その再発防止に今後とも取り組んでまいりたいというふうに思っております緑川君大臣、ありがとうございます。本当にあの子どもたち 標高からどのようにその命を守っていくのか、地域の目をどう増やし、そしてコミュニティの中でのどのような協力関係を築いていくのか、重い課題が突きつけられているというふうに思います。また機会を改めて議論をさせていただきたいというふうに思います。ここからは道路交通法の先日の改正に盛り込まれていました自動運転の技術の実用化についてお尋ねをしたいというふうに思います。 政府は道の駅を拠点とした自動運転サービスの実用化を目指して、全国13の地域で実証実験がこれまで行われてまいりました、このうち私の地元、秋田県では中山間地域、そして豪雪地帯でもある上小谷村というところがありますが、この冬道も走りながらの実験がこのほど行われております。 秋田県は全人口に占める高齢世帯の割合が全国で最も高いところです。2040年には57%、その高齢化率が超えるというふうに言われております。 上小谷村ではこの割合が、もちろん町や村ですから、さらに高くなりますけれども、この自動運転サービスが将来の地域住民のお買い物、また通院で不便にならないような対策として、またあの農林圏でもありますので、この新鮮な農産物を届けるという物流支援策の一つとして、高齢化したこの地域の消費行動、また安心の生活を支えていく役割は、この自動運転担う役割、大変あの大きいというふうに思っています。 でゴルフカートタイプのお、まあ、小型のです、ね、電気自動車を今回、使用して実験、を行われておりますけれども、このおととしから、えー、実験が短期と長期、それぞれ行われてまいりましたけれども、この技術的な課題を含めてです、ね、今のお現状をお知らせいただきたいと思います国土交通省、榊道路局次長お答えを申し上げます。 国土交通省では、中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービスの実証実験を、全国18箇所で実施しております。このうち道の駅上小アニでは、ゴルフカートタイプの車両を使って、平成29年度は約1週間にわたり、積雪下における自動運転車両の走行性能など、技術面の検証を行いますとともに、平成30年度は約2か月にわたり、 自動運転車を用いて、農産物の出荷や、道の駅からの商品配送を実施するなど、主にビジネスモデルの構築に向けた検証を行ってきたところであります。これまでの実証実験では、積雪時の走行空間の確保や、歩行者の安全確保など、いくつかの技術的課題がありますことから、自動運転車の専用空間を設定することなどが必要と考えております。さらに、社会実装に向けましては、 経済的に収支が合うようにして、事業として継続できるビジネスモデルを構築することが課題であると認識しております。このため、高齢者にも使いやすい予約システムの導入による利用の促進や、ボランティアの活用を含めた地域による低コストでの運営体制構築などの検討を進めております。国土交通省といたしましては、実証実験の結果も踏まえつつ、社会実装を目指し、取り組みを進めてまいりたいと考えております。 井戸川貴司君利用者の実情にそれに応じたです、ねまあ、デマンド運行と言われているもの、そしてまたこうコストがです、ね、再三取れるようなものにもちろんしていかなければならない、そして一番はです、ね、やはりこの安全性についても少し触れたいんですが、まあ、この実用化に対する期待が大きい面で、やはりこの自動運転されている間はです、ね、運転席に乗っている人は、安全確認やこの手動 捜査へのこの切り替えが、やはりこれ、できることを前提として、この携帯電話を操作したり、またこのカーナビの画面のこのテレビを見るということができるというふうにしています、でスマホ操作やカーナビ操作が慣れている人、あるいはそうでない人、またもともとこのそういう操作が器用な人、そうでない人、まあ、いろいろな方がいらっしゃる中で、この切り替えができるという基準え、少し曖昧な気がするんですけれども、いかがでしょうか。山本国家公安委員長 自動車の運転者には常に前方や周囲の状況を確認し、ハンドル等の操作を行うことにより、他人に危害を及ぼさないような方法で運転しなければならない、これは道路交通法第70条でございますけれども、安全,安全運転の義務が課せられているところでございますあの。昨日成立した改正道路交通法におきましては、いわゆるレベル3の自動運転をしている運転者も、 引き続き第70条の安全運転の義務が課されているということを明らかにしたところでもございます。従いまして、レベル3の自動運転におきましては、国土交通大臣が付した走行環境条件外となる場合には、運転者がシステムから運転操作を適切に引き継ぐことができる状態でいなければ、運転者はこの安全運転の義務に違反すると。 いうようよななことになりますあの国会審議におきましても、居眠りだけでなくて、読書やスマホに没頭して適切に運転操作を引き継ぐことができない状態でいることは、安全運転の義務に違反することとなり、同行法に違反するというふうにお答えをしているところでございます。今後はそのことを含めまして、自動運転装置の、自動運行装置の 種類ごとの走行環境条件、性能や運転上の留意事項などについて、自動車メーカーや販売店、関係機関等と連携し、広報・啓発を積極的に実施してまいりたいと思っております。 緑川隆君あの衆議院での審議はあの区切りとなっておりますので、ああ人による運転と同じか、そ,それと同等以上のやはりこの安全性を確保することがあの大前提であるというふうに思います。自動運転にこの直結する技術とは別に、事故を限りなく、やはりこのゼロに近づけるために、その安全性を確かにするためのやはり交通インフラ、またこの責任、所在を明確にするこの法規定。 この法整備しっかりです、ね、進めていただいて、数多くの課題を整理して、これ、対応することが求められているというふうに思います。でこの自動運転、もちろんこの地域だけでなくてです、ね、人手不足にこの悩まされている物流業界においても、これはあの自動運転技術というのは注目が集まっております。でその中で、トラックの無人化、ドライバーを必要としない、この無人トラック。 一般乗用車よりこれ、遅れて実現すると言われていますけれども、こ,のこれに並行してです、ね、今、研究が進められているのが、トラックがこれ、無人のトラックが対列して走行するという技術であります、2022年までにこの技術を使った対列走行技術、実用化を目指しているということですけれども、現在の取り組みの状況はいかがでしょうか経,経済産業省、上田大臣官房審議官 お答え申し上げます我が国のトラック物流業界におきましては、経営効率の改善やドライバー不足対応、安全性向上、省エネ等の観点からです、ね、自動運転システムを活用したトラック耐力走行に対して期待は高いものがございます。このため、未来投資戦略2018において、2021年までに、後続者有人システムの商業化、そして早ければ2022年に、後続者無人システムの商業化。 これを目指すことを目標に掲げ、関係省庁が連携した取り組みを進めております。あの具体的には、経済産業省、国土交通省において、これまでに車両技術の開発、そしてまあ事業成立性の検討、そしてまあ異なる事業者によりまあ製造されたトラック、まあ、例えば4台によるです、ねえー、高速道路における実証実験等を進めております。まあ、これらの取り組みの中で、各社のトラックごとのまあ通信に基づく 制御処理の差でありますとか、エンジン制御性能の差によるです、ね、車,間車両間のです、ね、距離の拡大でありますとか、あるいは対列に割り込みの車が入ってくるといったものへの対策などです、ね、技術的な課題が確認をされております。あの引き続きです、ね、実証実験や車両技術開発を着実に積み重ねまして、対列走行の制御精度の向上でありますとか、車と車の間の通信の改良などですね、 課題を一つ一つクリアをして、官民一体となってです、ね、トラックの対立倉庫の実用化、これを生み出しておりまいりたい、緑川隆君。 車間距離がやはりこれ、あることで,です、ね、そのやはり対立を組んでいたとしてもおっしゃるような割り込んだり、またあの渋滞時のこう合流なんかも課題があるというふうに言われております、でこのもう一つですね、この物流業界をまあ支える上でまで、重要な役割を担うかもしれないというふうに期待されているものに、ドローンがございます。でこれドローンによるつまり配送 ということになりますが、あこれ、もちろん運べる荷物の大きさ、そして数にもこれ制約がありますから、これ、ドローン同士がまたたくさん飛んでいた場合に空中衝突する、えー、荷物が落下したり、この危険性もやはりこれ、増すことにもなりますが、えー、まあ確認のために伺いたいんですが、ドローン宅配の,この将来性についてはいかがでしょうか国土交通省、海野大臣官官房審議官お答え申し上げます。 ドローンの配送につきましては、積載重量等に制限ございますけれども、例えばネット通販の普及によります小口配送の増加、あるいは山間部の配送、それから恒常的なドライバー不足等の物流の問題の解決に向けまして、特に過疎地域におきましては有効な手段になるものと認識しております。そのような認識に立ちまましししてて国土交通省でいたしましては 昨年度、全国5地域で実験を行いまして、仮想地域におけるドローン物流と既存物流につきまして、CO2 の排出量ですとか、放送について検証いたしました。でその結果を踏まえまして、本年3月より関係者による検討会を開催いたしまして、過疎地域等におけるドローン物流に関するビジネスモデルの構築について検討を進めております。 また、都市を含む地域におけるドローン物流との実現につきましては、現在、離島山間部等以外では原則、目視外飛行ができないということになってございますけれども、2022年度を目途に有人地帯での目視外飛行をカウントするよう、まあ、技術開発の状況も踏まえて、またドローン飛行のさらなる安全確保について検討いたしました上えで、今年度中にこの有人地帯への目視外飛行について、 制度の基本方針を策定定すする予定でございま国土交通省としましては、こういったまあドローン宅配のです、ね、有効な手段になれるという認識のに立って、一つ一つ問題を解決しながら、引き続き安全の確保を前提いたしまして、ドローン物流の展開をより一層推進してまいりたいと、かように思っております緑川隆君。 まああのいずれ無人トラックにしても、そしてドローンにしてもです、ね、あのまあ、インターホンをしてです、ね、そのお客さんにもちろん荷物を最後まで届けなければならないわけですから、まあ、この配送先、実際の配送先までのラストマイルというふうに言われておりますが、まあ、この最後は、ね、やはり人の力というものが必要になってまいります。でこの暮らしを この根底で支えているのがやはりこの物流でありますがトラック業界のこの働き方改革を進める中で課題になっているのがやはり駐車規制の問題です荷物をこれ集配中のトラックの駐車規制に伴って今駐車場探しが難航するこれによってドライバーにストレスがかかって集配の効率が悪くなったりあるいは悪い場合には交通事故に 起こすようなそういう深刻なケースが報告されております。まあ、こういう問題を受けて周回中の車両などの駐車規制の見直しの一環として、これ東京23区を中心には駐車スペースをこれ100カ所ほどを新たに広げる措置を取っています。これ一般車両のドライバーがですねでも自分の荷物を 届ける理由でその駐車スペースを利用していたり、またこれ、マナーを無視して、何時間もトラックを駐車して、荷物の積み替え作業にスペースを占領しているような事例も聞かれますで。駐車スペースの意義が十分に浸透していない現状がありますけれども、国家公安委員長、これ、ご見解、そして今後のご対応を最後に伺いたいと思います山本国家公安委員長、えー。違法駐車をはじめとする無秩序の駐車、これはあの交通事故の原因となり、また、 円滑な物流の妨げとなりうるなど、社会経済活動等における大きな損失の発生や、地域住民の生活環境の侵害につながりうるものであり、まあ、一定の駐車規制は必要不可欠だというふうに思っています。他方で、近年、貨物周廃中の車両のための短時間の駐車需要が認められるところであり、所要の駐車場の整備のみならず、円滑かつ安全に駐車できる道路上の場所における 駐車規制の見直しも重要であるという,ふうに思っております警察庁といたしましては、昨年2月に都道府県警に対し、安全・円滑な交通を確保しつつ、周廃中の宅配車両等を駐車させることができる場所については、貨物周廃中の車両の駐車を可能とする駐車規制の見直しを、令和2年度末までに実施するように指示をしたところでございます。 こうした駐車規制の見直しを行った区間において、一般乗用車が駐車していたり、あるいはまた、貨物車が長時間駐車しているなど、駐車違反となっている場合には、その取り締まりに努めているところでもございます。また、貨物自動車運送事業者が、物流業界等に対し、交通規制の周知や、他の道路利用者に配慮した利用に関する自主的な 業界ルールの策定などについて、働きかけを行っているものと承知しておりまして、引き続きこうした取り組みを積極的かつ継続的に実施していくよう、警察を指導してまいりたいと思います川す御ご答弁ありがとうございました。時間まましたので終わります